みんな ND 行ってたが、どうもてるです。ホーム山口線、今回もゴール裏南で旗を振りまくる with 親父、そして5連勝。それではスタート。おはようございます、てるです。本日は明治安田 J2 リーグ第34節モンテリオ山形対目の葉山口 FC の試合を見に行こうと思います。今、7時前なんですけれども、これから、大宮駅から新幹線に乗って山形県に単身赴任という形で、行きたいと思います。今日はね、奥さんは行きません。私一人で ND へ向かいます。ちょっとまだね、寝起きで気分がまだ上がっていませんけども、徐々に気分を上げていきたいなと思います。では大宮へ行きます。行ってきますよ。じゃあ行ってきますか。駐輪場にチャリを置いて、これから最寄り駅へ向かいます。8時37分の新幹線で帰ります。自宅に帰るので一回最寄り駅まで向かいます。仙山線に乗車しました。これから最寄り駅まで向かいます。よっしゃ、出た。着きました。ね、いつもは親に山形駅まで迎えに来てもらってるんですけど、今日山形市内でマラソン大会があるらしく交通規制がされてるってことなので、最寄り駅まで来いということで最寄り駅に電車で来ました。これから、親が多分迎えに来てると思うんで、親の車で自宅の方に帰ります。よし、やっと最寄り駅もね、スイカが使えるようになりました。はい、帰宅、我が家に。よし、じゃあトイレしよっかな。なんだこれは、なんだこの写真は。またこんなのに、こんなのしちゃいけないか。金使ってしまって、本当に俺の親はよろしく頼む。行きますか。着きました。 ND ソフトスタジアムの駐車場、もうキックオフ何時間前だ。3時間半前ですけど、2時間半前か。結構いるな。着きました。 ND ソフトスタジアム山形、だいぶ早めに着きました。久しぶりの ND ソフト、ヤッフー。親父が募金してます。親の鏡、親父が募金してバッジをゲットしたらしいです。それと反射バンドももらいました。グッズショップ行きます。エレフラム売ってるな。親父が、あ、落とした。親父は動画を撮られてることを一切知りません。まだキックオフ2時間半前ぐらいですけど、 ND の周りは結構人がいます。今日も1万人いっちゃうんじゃないですかね。マジそんぐらい人がいますね。これに決めた。
ちら先ほど売店に買いました、合算ビールです。そして、また、視聴者の方からラガーとノンアルビール親父用にいただきました。前回の徳島戦でもいただきまして本当にありがとうございます。美味しくいただきます。こちらソーセージ4種盛りです。じゃあ合算ビールから。あーうまいね。続いていただきましたビールをラガーで、うまい。ソーセージ、うん、うまっ。やっぱソーセージっつったらビールでしょう。開場しましたので今から関取に行きます。ヤノファ山口のチームバスですね。山口から来たのかな、すごいな。今日はゴールラミナミです。入場したらシールがもらえました。ステッカーかな、あざーす。ステッカー配る文化いいっすね。さあ入場です。今日はここから山形を応援します。ゴールラ南。今日もエルフラが2つあるので親子でエルフラを振りたいと思います。エルフラ日本準備完了です。はっはっは。ブルレ、さつまいもかな、さつまいものブルレを買いました。4個入りで680円だっけかな。なかなかお手頃な価格ですね。シューファイも買いました、600円。あ、うまいわ。シューファイやったれ、後藤。あ、間違えた、後藤様。山口の選手がやってきました。サポーター皆さんもはるばる山形まで お越しいただきありがとうございます。山口もね今状況が苦しいですけれども、山形も連敗ストッパーっていうあだ名がありますんでね、どうなるか分かりません。やったれ、白はレギュラー奪い取れ、あスタメン奪い取れ。いさか止まらないのさ、魅惑のいさかぜ。今日は奥さんいません。試合前のゴールで秋田です。ここからもねエルフラを振ってくれてる方が分かりますね。やっぱエルフラはここからでも目立ちます。ゴールラキタでエルフラをガンガン振りまくりましょう。まあ、という私はゴールラ南なんですかね。はっはっは。山口の選手紹介です。維新襲来っていう大旗がめちゃめちゃかっこいい。すげえかっこいいな。電録の社長様のご挨拶になります。はは。私たち100周年おめでとうございます。やっぱり豆といったら電録しか勝たん。豆は電録。客になったら何々くんの方がいいと思うんですけどね。さあせん親父のということです。
はいはいはい。山形全員行け、ユダイ行け、来い、よーし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 、最高、レレー、うわー、最高レレー、バモー、いや、最高だよ、バモー。今回カースかね、電光掲示板の表示がフォーメーションな形になりましたね。ちょっと見えづらいけどフォーメーションの形になってます。メロハ山口ゴール前でフリーキックです。ここを守りたいね。いつも先制して追いつかれてるんでここは守ってほしい。山形出よう、山形、よし、 OK、 ナイス、壁ブロック、ナイス、スローインです。3点目行こうか。おー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 、はい、おーおい、あーだよね、オッケー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 。2得点して気前が良くなったのかエルフラ振っております。中年男性58歳。トンボが止まってる、見えるかな、ちょっと羽が見えるけど、エルフラにもトンボが止まります。前半途中ですが2点も入ってますので途中退席します。トイレと、お酒とガチャガチャをね回したいなという願望がありますのでガチャガチャを回しに行こうと思います。うん、やっぱり試合中は空いてますね。全然人はいません。リスクに全然モンテのキーホルダー関係つけてないんでこれにしますか。気になる中身は杉山やないかーい。ある意味小暮屋ですね。もう山形にないからな。スタグルエリアもまあ開始前よりはいませんけども、それでもまた賑わってますね。やっぱすごいなこのブルーキッチンは。前半途中ですが試合中にもかかわらずこんだけ人がいっぱいいます。チケット買ってる人たちなのかどうかわかんないですけどもすごいですね。試合を見る以外の目的の人もいるみたいな感じだな。戻ってきました。どうやら点数に動きはないみたいです。ここでチューハイ買って入ります。2杯目もチューハイです。600円。前半のロスタイムです。はい、ハーフタイムです。前半の立ち上がりに2点を先制して2-0で前半を折り返しております。この調子で後半もバコバコ点を取ってほしいです。ですね、ゴール裏南結構人が埋まっているような、人が埋まっているというか席が埋まっているような感じがします。
なんかいつも見てるゴールは南よりかは全然埋まってるなっていう感じがして、ちょっと僕自身とても感動しております。まあ、この調子で、ね、残りのホーム戦、熊本戦、千葉戦もね、完売する勢いでゴール裏南を埋めてほしいなと思います。さあ後半も無失点に抑えて追加点に狙っていこう。最初のセットプレー、山口のコーナーキックです。守れ守れ守れ、立ち上げ立ち上がり、よしナイス、やばい、オッケー。阿部ちゃんが負傷交代です。ちょっと今日西村もね、ちょっとどうか分かんないですけど欠場してて、両センターバックがちょっと欠けるってことになりますね。ちょっとこれはプレーオフに向けての第一関門というか試合になりますね。フォーメーションどんな感じなんだろう。シロワと河合のセンターバックなわけないよな。よし、ゴール、山形ゴール、おー来た、あー惜しい、キーパーナイスセーブ。おい今のはダメだよ、ブーブー、ダメだ今のはマジで、足いったべ、1万人入った、さすがっすね。ちょっと山田さんが負傷交代です。脳震盪なのかな、わかんないけど、いやー非常にまずいね。今日で阿部ちゃんも山田も負傷交代してるんでやばすぎる。今週のサイドバックか、頑張れ。あー次出られないね山田。KBH かっこり、ゴール裏全体がね固くんで飛び跳ねるともっと一体感が増すと思います。守れよ、よし、オッケー、危ない、よし、山口もね、ちょっと今苦しい状況だけど、最後まで諦めずに頑張ってほしいね。山口もね、また行きたいところなんで、また下関行きたいよ。オーロラ南でもブレイズやっちゃうか。ブレイズやんないんかい。ウトイゼンイオンテンサー、おい、おい、おい、ララ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 ラ、おやがたいぞ、ララ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 ラ、はいはいはい、5連勝。誇りを歴史に刻め、ラララ山形、清水勝つぞ、清水乗り込むぞ、山形、ラララララララ、消えゆく神聖日本を起こす力。
キラキラ。お疲れ様でした。試合終了後です。試合終わった後もこうやって多くのスタッフの方が片付けています。いつもありがとうございます。初めて見たな、この乾杯のやつ。白輪さん、やべ、逃した、やばいやばい。ありがとうか。親父のトイレも終わったので、これから駐車場に戻ります。渋滞に巻き込まれる選手バス、歩いて行った方が近いのにね。さあ、自宅の方へ帰りますか。北側は空いてますね。南側はすんごい混んでんのに、こっちは右折禁止レーンですが空いてます。まあ時間をずらしたこともありますか、楽に出れました。左折しかできないですけれども、ここで曲がれば元の道に行けるんでね、簡単です。もうすぐ自宅に着きます。はい、帰宅、我が家に帰宅。本日も視聴者さんに、多くのお土産いただきました。ありがとうございます。後でお菓子とか食べようと思います。そしてですね、こちらですね、なんとエルフラのフラッグケースをいただきました。昔売ってたのかな、ちょっと分かんないんですけど、こちらをいただきました。これでね、もうエルフラこれに入れていけるんで助かります。ありがとうございます。はい、ということで、昨晩ですねエンディング動画撮ったんですけれども、誤って消してしまったので翌日にまた撮り直しています。昨日ね、山口に勝ち、5連勝となりました。千葉、岡山、仙台とね、もうプラス1ポイント差になりました。一時期はね、10ポイント以上差をつけられていたんですけれども、ようやくあと一歩っていうところまで来ています。ただね、まだ抜いたわけじゃないんで、まだ習いなんで、あと4戦全部勝ってね、プレーオフ行きましょう。その次節はアウェーで清水戦になります。アウェー清水っていうとね、去年のプレーオフ準決勝めちゃくちゃ悔しい思いをした場所なんで、今年は1回ホームで勝ってるんですけれども、やはりアウェーの借りっていうのはアウェーでしか返せないので、日本平っていう場所は山形にとって勝ってない場所なので、ここでね1勝できたら本当にでかいと思うんで、サポーター一丸となってね、山形の選手たちを応援したいなと思います。ですので、まだチケット買ってない方はぜひ、チケット買って応援しましょう。もうね、2階指定席の方は売り切れてしまったんですけれども、その他の席集はまだ多分売ってると思うんで、少しでもね日本平を青に染めて、選手たちを後押しできたらなと個人的に強く思ってます。まあ、ちょっと昨日の試合でね、阿部選手と山田選手が負傷交代してしまって、まあ、山田選手は脳震盪ということで、まあ最低1週間は安静にしなきゃいけないということで、もしね重症だった場合は次節の清水戦とは厳しいかなっていう状況なんですけれども、まあね、うちのサブにはそれに負けず劣らずの選手たちが揃っているので、坂本選手だったり岡本選手だったり、あとね相馬城選手だったりもいるん で昨日西村選手のね骨折のリリースもありました。本当にね一番悔しいのは西村選手本人だと思うんで、フォア西村で西村選手のためにもね J1 昇格っていう目標を成し遂げてね、来シーズン山形のエンブレムを背負って J1 の舞台で戦っている姿を見たいなと思います。今回もね、ND ソーサスタジアムでたくさんの方にお声掛けいただきました。いつも YouTube 出ますよとかチャンネル登録してますよとか、言っていただいてます。ありがとうございます。ちょっとね顔出ししてないんで分かりづらいなとは分かるんですけれども、ちょっと特徴を掴んでいただいて、またお声掛けいただけたらなと嬉しいです。次節のね清水戦も、ステッカーをお配りします。ちょっと今手元にはないんですけど、ちょっと画像で表示します。
こちらのデザインで、お配りしますの で今回ねこのステッカー、10枚しかありません。ですので、1組1枚という形でよろしくお願いします。ぜひねアウェイ市民戦でもお声かけていただければ嬉しいです。全然いつでも声をかけていただいて大丈夫ですので遠慮なさらずに来ていただけると嬉しいです。ではね、僕は今日ちょっと一日休みなので白鷹のアユ茶屋っていうところに行こうかなと思います。車も借りれたんでちょっと一人でドライブしながらリフレッシュしたいと思います。以上、テルログの山形遠征でした。はい、すごい、ここがアユの釣り場か。山形県の母なる川、最上川、久々に来た。川の流れがめちゃめちゃ速い。うわー、落ちたらひとたまりもないな。ならばアユ食おうっと。続いては誰もいない ND ソフトスタジアム山形に来ました。誰もいない。ガチャガチャしようと思ったら総合体育館も休館日でした。残念。